少子化対策をするって言ってるんですけど、少子化対策のためには増税するぜとかっていう頭のおかしなことを言ってる人たちっていうのが、とあと政権にいたりするので、なので、日本がじゃあ、少子化対策して景気が良くなるかっていうと、なかなか厳しいよねっていう状況にはあるので、なので、ああ増税をいかにするかっていうところで、防衛費がどうこうって言ってるんですけど、優先順位でいくと、果たして防衛費を上げることが大事なのかなというふうに思うんですけど、とはいえ、その。 防衛費を増やすっていう形になると、政府予算が増えるので、それだけ政府の利権が増えるんですよね。なので、じゃあ、その、こういう、の、なんか、商品を三菱重工に発注しますとか、なんか自分の知り合いの、その、なんか、会社に納めますとか、じゃあ、そこの三菱重工の工場とかを自分の地元に作ります。じゃあ、そこに1000億円です。みたいな形で、その、政治家が自分たちの そのコントロールできる予算がそれだけ増えるんですよね。防衛予算がじゃあ10兆円です、な1兆円です、なると、その1兆円分を自分たちで配分することができるので、それが権力という形になって、より政治家としては、まあ、いろいろ美味しい汁が増えるってことになっちゃったりするんですよね。まあ、オリンピックで3兆円とかしたんですけど、日本の経験よくならなかったよねっていうのは皆さん分かってると思うんですけど、なで防衛予算1兆円って言っても多分3000億円ぐらいアメリカに払うことになって、 結果として、そのアメリカの景気が良くなるとはなると思うんですけど、まあ日本の景気が良くなることはあんまりないと思うので、なので、あの、能力のある人は早めに海外に行って、まあ稼げるようになった方がいいですし、能力のない人は早めに生活保護をとって、あの、景気とか経済とか関係ねえよ、俺生活保護とか楽しいしっていうふうになった方が、割と幸せになれるんじゃないかな、みたいなことを言ってるね、大人がなんか自動書とか出すべきではないっていうのは正解だと思いますかいやだからその、なんかあの、 子供には夢を見させた方がいいよねはすごく正しいと思うんですけど、今の日本で暮らしていくことに夢が見れるかっていうと、あのこんな庶民をそのなんかうまくこき使って、そのおいしい汁をチューチュー吸いますって、いう派遣会社やりたいですとか、営業系の会社やりたいですっていう人とか、ブラック企業やりたいですっていう人であれば、日本は全然まだこれからでもやる価値あると思うんだよね、まあ、ホストやりまですとかでも。 なんかそのまともにきちんと人が働いてる人たちが幸せになって、給料も上がり続けて、働いてる人たちも家族を育てられてという産業をこう日本で作れるかっていうと、その能力があったら他の国に行ったほうがもっと楽に稼げるんじゃねえとかっていうふうに僕は思ってしまうので、そう思わない皆さん、頑張ってください。